こんにちは、松はいつも一人の松です。はい、ただいま私松、自分の応援しているチームではない試合にですね、大変興奮しております。まあ昨日、バイエルミュンヘンと、マンチェスターユナイテッドの試合を、まあ、連続で僕は視聴していたんですけれども、もちろんサポーターなので見ていたんですけれども、バイエルンの、12時30分キックオフと、今日今から喋るチェルシーとアーセナルの試合が被っていて、まあ、一応応援しているチームなのでバイエルンを優先して僕は昨日試合を見ていたんですね。で一応、本日、まあ、仕事がありまして、仕事が終わってから、まあ、アーセナルとチェルシーの試合のラジオを、まあ、どうしても撮りたかったので見ようと思って仕事を帰って、まあ、ご飯食べながら見ていたんですけど、あのね、箸が止まりましたね。正直あのね、もう超ハイレベル、超最高水準の、試合でした。アーセナルがね、あの開幕戦で、ブレントフォードに負けたりとか、ドタドタっとしたからちょっとどうなのかなとかは若干思ってはいたんですけれども、この試合に関しましてはちょっとね、もうすごいとしか言いようがない。もう本当にね、あ、これぞヨーロッパのトップレベルの指揮官同士の戦いだなと思いました。はい、もう本当にもう早速ね、ちょっともう興奮してるんで、もう試合終わったともう早く喋りたくて仕方なかったね。もういます。もうめちゃめちゃ急いで喋ってるんですけど、まずですね、ホーム、アーセナルのホームで試合がまず行われまして、エミレーツスタジアムですね。でまずアーセナルが、スタメン発表していきますね。まずゴールキーパーレノで、右からセドリックと、で、センターバックホールディングパブロマリで、左がキーランティアニと。で中盤が、ロコンガとジャカの2ボランチで、右がペペで、トップ下スミスローで、左がサカで、ワントップにマルティネリという形の、スタメンです。でチェルシーが、ですね、3バックなんですけれども、まずゴールキーパーメンディで、右がアスピリクエタ、中央が、クリステンセンで、左がリュリガーと。で右のウィングバックにリース・ジェームスが入りまして、まあ、2インサイド、まあ、ダブルボランチと言ってもいいかな、ジョルジーニョとコバチッチと。で左のウィングバックにマルコス・アロンソが入ってまして、2シャドウにマウントとハバーツが入りまして、ワントップが、最近、チェルシーにまた戻ってきた、プレミアリーグに戻ってきた、ロメル・ルカクがワントップに入ったと、いう形で、ゲームがスタートいたしました。ですね、まあ皆さんね、このスタメンを見たときに多分皆さんルカクに注目されたと思うんです。まあそれの期待に応える活躍をもしていたんですけれども、まず得点シーンだったりとか、まあ、惜しかったシーンをまず早速ザーッと紹介していきますね。まず前半ですね、開始1分のあたりですね、センターサークル、ジャカからですね、走り込んだサカへとボールが渡ります。でそこでボールを落として、でスミスローがですね、それを受けてスミスローがシュートをすると。でこれはメンディーがブロックして、あ、結構開始早々からアーセナル押せ押せできてるなと、まあサポーターのね声援もあって、お、いけんちゃうかって、まあ、勢いをねすごく感じました。でそこからまあ試合展開がどんどん面白くなって、14分まで飛びます。で14分のあたりですね、センターサークルでコバチッチがですね、もう本当にねコバチッチらしい緩急からですね、中央のもうドシッと構えていたらもうルカクにパスを渡して、まあ、ルカクが丁寧なポストプレーするんですよ。でまあ収まるんですよこれがね。で収まりまして、これが再び、ルカクにポストプレーして、そこでまたボールを受け取りに来たコバチッチまた戻し、でコバチッチが右へ展開します。でリース・ジェームスが上がってきてて、でリース・ジェームスからクロスが上がり、まあ、ルカクが合わせて、先制ゴールと。もうこれもまあ素晴らしい形だったんですけど、もうねルカクが全部起点になってるんですよ。まあすごい、本当にね素晴らしい、ハイパフォーマンス中のハイパフォーマンスでしたルカク。はい。で、次なんですけど22分、22秒あたりに、のプレーなんですけど、ここがねもう
トゥヘルの采配にも脱帽の脱帽だったんですけれども、ですね、2ボランチがですね、コバチッチと、まあ、ジョルジーニョやってないですか。でこの2ボランチに対してアーセナルはスミスロー1人で見てたんです。なんですけど、まあ、ここが、まあ、若干この、まあ、アーセナルからして、まあ、ちょっと持ち運ばれる展開になっているなっていう、まああれになってたので、まあ、ちょっと起点になっていたので、ロコンガをそこに合わせて、まあ、コバチッチにマンマークに、マンマークというかマークにつかせるためにちょっとプレスを与えていくんですね。なんですけど、そこの空いたスペースをシャドウのロコンガが言うたら上がってるんで、上がってるそのシャドウのスペあの空間のスペースを今度はチェルシーのシャドウのハバーツが降りてきたんですよ。ハバーツが降りてきて、そこに右サイドの、あ、はい、ごめんなさい、ハバーツがちゃんと降りてきて、で苦しかったあのディフェンスラインから、まあ、しっかりとハバーツのそのスペースでボールが渡り、ハバーツから右サイドに上がっていた、まあ、リース・ジェームスですね。ウィングバックはあの高い位置まで上がってるんで降りてこないんですよ、わざわざ。ちゃんと高い位置に上がっていて、まあ、これも狙いでしっかりやってるんですよ。わざわざ降りてくるんじゃなくて、あのボランチがこう降りてくるわけじゃなくて、シャドウが降りてくるという、もうまたもうこれがもう誰が捕まえに行ったらええねんっていう、もうトゥエル様様ですって。本当にもう本当にもう学ぶことが多い。でそのまあハバーツからまあ右サイドしっかりウィングバックが上がっていたリース・ジェームスへと渡り、でリース・ジェームス、リース・ジェームスめっちゃ噛んでるんでごめんなさいね、興奮しすぎて。でリース・ジェームスからペナルティーボックスに上がっていたまあマウントへとボールが渡り、マウントがシュートします。しっかりここもシュートで終われるんですよ、チェルシーはね。もう脱帽です本当に。で、またこのまま試合が流れまして、34分なんですけれども、またゴールシーンが来ます。で左サイドの方で、マルコス・アロンソとハバーツの連携で、飛び出したアロン、まあ、アロンソと連携で、まあ、ハバーツがですね、まあ、フリックのような形で背後へとボールを出して、流れたというか、まあ、走り込んでいた、まあ、アロンソが、そのままボールを持ち上がり、中央にいた、まあ、ペナルティーボックスの若干外側にいたマウントへとボールを渡し、マウントがそのまま右サイドしっかりちゃんとこうす空いてるスピード、スペースに走り込んでいたリース・ジェームスへ渡して、リース・ジェームスがしっかりともう綺麗なゴールを決めるという形でチェルシーが2点目を取ります。もうね、もう本当にね、興奮しました。これをね、もうユナイテッドがしてくれって思うぐらい、もう本当にもう興奮して、本当にハイパフォーマンスのもう圧倒的な、もう最高水準のフットボールでした、チェルシー。はい、もうすごかったですね。でまあ一旦ここで前半が終わりまして、で後半に入ります。でちゃんと後半もね、アーセナルはちゃんと手を打ってるんですよ、ここから。でまずまあ一旦はまあザラーとまあゴールシーンとか、まあその辺ゴールシーンというかまあ決定シーンをちょっと流していきますね。まず51分、コーナーキックからですね、ちょっとまあごちゃごちゃっとまあしまして、まあアーセナルの攻撃なんですけれども、ごちゃごちゃっとしまして、まあ左サイドのアタッキング、左のアタッキングサードあたりで、まあサカがシュートを打って、まあディフレクトもあったんですけど、まあメンディのブロックも、弾きもあって、まあちょっと惜しいシーンがアーセナルにはありました。で56分、まあ56分40秒あたりかな、次でマルコス・アロンソからですね、右のジェームスへとサイドチェンジします。もうチェルシーの攻撃なんですけれども、もう綺麗なワンタッチのサイドチェンジなんですよ。もう相変わらずキックうまいんでマルコス・アロンソは。でキックがまあ正確に右サイドのジェームスへと渡り、でジェームスから中央のルカクへと渡します。また綺麗なポストプレーが入ります、ここで。でしっかりとポストプレーして、ちゃんとワンタッチで落としたボールをマウントがシュートするんですけど、まあ、枠外に飛んじゃうんですけど、もう綺麗な形です、これも。もう素晴らしい。で次58分、ペペのコーナーキックからですね、ファーのパブロマニエボールが渡って、パブロマニが、ヘディングで折り返して、中央のホールディングがシュートと、まあ、だいぶ惜しい決定機でした。まあ、これはね、入っててもおかしくないと思った。もう本当にアーセナルからしたらもう1点取れたシーンだったと思います。で次76分40秒あたりですね、中央でセンターサークルの中央の方でカンテがグググッとちょっとボールを持ち上がり、でマウントに渡します。でマウントから右サイドに流れていたルカクへとボールを渡して、でそこでインナーラップしてくる、オーバーラップではなくて、ルカクと、まあ、ディフェンダーのその背後というかね、そこを走り込んでいたジェームスを使って、で中央に来ていたマウントジェームスを使って中央に来ていたマウントに渡し、でマウントからボックスのルカクへと渡して頭へと
ヘディングでゴールを、狙うというシーンがあったんですけど、これもまあレノのブロックにあって、もうほぼ決定機です。決定機というかほぼゴールに近かったんですけど、はい、まあスーパーセーブでしたねレノが。で次86分、左サイドの方でカンテ、アロンソ、ハバーツの方で、まあ、崩しをします。まあワンタッチとかね続いても本当に綺麗な崩しでした。で中央のジエフからルカクへのスルーパスを出すんですけど、まあ、若干ゴタゴタっとして、まあ綺麗なスルーパスは通らなかったんですけど、まあルカクへとそのままボールが渡ります。でそこでオーバーラップして、綺麗なちゃんとオーバーラップしてきたハバーツへとルカクが丁寧なパスをして、でハバーツがシュートをします。これもまあレノのブロックがあって、まあチェルシーは追加点がなかったんですけど、これも素晴らしい、もう本当に素晴らしい崩しでした。でまあこういった形で、まあ決定的なシーンはちゃんとチェルシーもアーセナルもちゃんと狙いを出したし中で、まあ試合は終わりました。なんで試合的には2対0で終わったんですけれども、あのね、もう興奮するしかなかったんですよ。あのね、まず一つ言えることはルカクがもう本当に新加入かっていうぐらいのパフォーマンスレベルで、もう去年一昨年からいただろこのチェルシーにっていう、もう本当にね、もうアーセナルの脅威にしかなってなかった。もうまあパブロマリは相当大変やったと思います。もうまあボール収まるし、綺麗な丁寧なワンタッチするし、あのね、もうルカクをね、もうどう使ったらいいのかっていうのをもうトゥエルは熟知してる。もう本当にあのね、もうほんま皮肉なんですけど、もう僕ユナイテッド応援してるじゃないですか、じゃないですかって、まあ、ユナイテッド応援してるんですけど、もうね残念でしかないですね。もうその見ていた試合、その第2節でユナイテッドの試合でマルシャルがワントップで出てたんですけど、もうマルシャルにできないことをもう全てルカクがやってる。もう本当にもうね、ルカクをインテルに放出してマルシャルを残したスールシャールもバカだろっていう、もう何してんだよっていう、もう本当そんなパフォーマンスでしたし、もうその前のモーリーノで言えば、ユナイテッドの頃のモーリーノの話ね、でもうルカクの単調なもう個人技に任せたもうカウンターでしかなかったんですよ。なんですけど、もう今のトゥヘルチェルシーでのこのルカクの使われ方は、ルカクを徹底的に生かしたしっかりと周りのパフォーマンス、カバーリングもありつつ、デザインされた中でルカクがどういった攻撃でアクセントを出していくのかっていうのを丁寧に作られてるんですよ。もうモーリーニョとスールシャルとはもう別格に違う。もうトゥエルに関してはもうね、もうちょっとごめんなさい興奮してるんですけど、もうちょっともうごめんなさい、モーリーニョとスールシャルとはもうレベルが違います。もうトゥエルに関してはもうね、もう言っちゃうんですけど、現時点でヨーロッパ全てのトップクラブ、いわゆるもうまあ他のビッグクラブとも比べても、もう現代最強クラスです今のチェルシー。もう本当に強いです。これねスタメン今読み上げましたけど、後半からしかもカンテだったりとかベルナーとかね、ジエフとかチアゴシウバとかね、この辺が出てくるわけなんですよ。いやこれチャンピオンズ取りますよこれ、連覇ありえますよこれ本当に。あのチェルシーのファンはもう見てて自信しかないと思います。この試合を見てもうね、自分が例えばこれチェルシーのサポーターだったらもう不安なんてない。もう選手も一流だし、もう個も高いし、もう指揮官も超一流だし、もうね穴がないんですよ。もう現時点で、あの今現時点でもうこのチームのまま行けばチャンピオンズ最有力やと思います。あのでプレミアも間違いなく優勝できるクラブです。もう圧倒的に強い本当にね。もう本当にね、もう本当に残念なんですけど、もうマルシャルなんで残したんだよっていうぐらいの、もう本当もうバカだわスールシャルと、もうモーリーニョ本当もうなんであんな采配しかできなかったんだよお前らっていうぐらい本当残念ですね。もうとしか言いようがないです本当に。もうチェルシーのサポーターの皆さんはね本当にもう素晴らしい補強したと思います。本当に強いですチェルシー、はい。で、ちょっとまあアーセナルの話もちょっと行きたいなと思うんですけど、アーセナルに関しては開幕戦ね負けたとはいえ、あのね徹底したね狙いはしっかりできていたんですよ。でアルテタの采配はね間違ってなかったです。しっかりできていたので、
若干ね、ボール際の強度だったりとか、まあ、そういった部分では若干ちょっと弱さは感じたんですけれども、でもね、しっかりその先ほども言ったんですけど、スミスローがね2ボランチに対して1枚で当たってたのをしっかりロコンガも上げて対策打ってきたりとか、後半に関してはしっかりマルティネリがゴールキーパーまでプレスをしっかりいっているとかね、そういった小さなことですけど、これが大きいんでね、本当にもうこういったちゃんと指導してちゃんとそういった采配をしているアルテタに関しては、正直ね、まだまだタレントが今ま揃ってないだけで、アーセナルのサポーターはね心配する必要ないと思います。去年それこそトゥヘルがチェルシーの指揮官になった時に、僕カタラウスポラジの方でめちゃめちゃ言ったんですけど、チェルシーのサポーターのファンの皆さんに、めがけて、トゥヘルを信用してくださいと、もうこの方なら間違いなくもうヨーロッパトップクラブのチームに仕上げてくれますと、もう何度も言ったんですけど、もう現状そうなってるじゃないですか。でアルテタもそれに近い、まあそのトゥヘルとはねもちろん経験値とか違いますけど、やってることはしっかり理にかなってますし、やってることはやっぱりねヨーロッパトップクラブのそれこそペップから学んできたことをしっかり盤面に起こしてやってるんで、あとはしっかりタレントだったりとかフロントがしっかり補強っていうものをしっかり動いてくれれば、アーセナルも間違いなく近年、あと 2,3 年後してくれ 2,3 年後、まあ、もしかしたら来年かもしれないですけど、間違いなく本当に強いアーセナルが戻ってくると思います。本当に2対0でね、今回はもうチェルシートゥヘルの本当に脱帽やったんですけれども、アーセナルのサポーターの皆さんも、まあ、このアーセナルに対してあまり悲観的になる必要はないんじゃないかなと思いました。どちらかといえば第2節のユナイテッドの方がもう本当に悲観的になれざるを得ないぐらいのパフォーマンスなので、もう本当にね、指揮官によってもう全然選手も生かされ方も使い方ももう全然もう育ち方も全然違うなと改めて感じました。もう本当にもう今もうめちゃめちゃ興奮してるんですけど、本当にハイパフォーマンスのもう最高水準の試合を見させていただいたなと思いました。はい、まあ、皆さんね、チェルシートゥヘルの、まあ、チェルシートゥヘルな、ね、なんか言うんやろうな、まあいいけど、まあ、アーセナルとこのチェルシーの試合まだ見られてない方がもしいらっしゃったら、もう本当にぜひ見てください。もうこの試合を見てこそ本当に今のヨーロッパのサッカー界のもうトップレベルの試合を見れると思います。これこそもうザ・トップです。本当に。はい。もう、ライバルクラブをね、もう褒めるのは正直、ユナイテッドのサポーターとしての自分から褒めるのはちょっと辛い一面ではあるんですけど、でも認めざるを得ない本当に最高水準の試合でした。はい。ちょっとね、まあこういった形でまあいろいろ話させていただいたんですけど、最後にちょっとまあ MVP をちょっと発表させていただけたらなと思うんですけれども、まずですね MVP はですね、全員と言わせてください。はい、全員というのは、まずチェルシーですね。まずチェルシーに関してはもう全員です。全員最高水準です。はい、もうねルカクとかみんないいんですけど、もう全員良かったんで、もう誰も選べなかったです。はい。で、アーセナルに関しましては、もちろん強度とかの部分で足りない部分とかもちろんあったんですけど、原油戦力でできるパフォーマンスは、発揮していたと思うので、MVP とは言わずとも、本当に優秀でした。もう優秀賞みたいなのを全員与えていいぐらいの活躍をしていたと思います。本当に。はい。もう本当に。ごちそうさまでした。ありがとうございました。興奮してちょっとこの後寝れるかわからないんですけれども、しっかり髪にとってこのラジオ、しっかり出せるように編集したいなと思います。はい、ということで、今回の、アーセナルホームの、アーセナル対チェルシーの、まあ、総括プレビューを、こういった形で終わらせていただけたらなと思います。ご視聴ありがとうございました。